5時間5時間ほらあいつが噂のベッチ、ほらあいつが噂の皆さんこんにちは、噂のスロースです。というわけで公式 LINE に来てる恋愛相談に俺が曲を作って返す、この企画第2弾よ。前回の動画は皆さん見ていただけましたでしょうか。見てない人はぜひチェックしてください。見てくれた人は気づいたと思いますけど、髪切りましたね。さっぱりしました。まあどうでもいいか。で、僕思ったんですけど、スロース公式 LINE に送ってもらってる恋愛相談、俺が曲で返す、この企画、なんかね、企画名がないんですよね。別になきゃないでいいんだけど、なんかちょっとタイトル的なねものがあったら嬉しいなと思って、ちょっとあの脳みそのシワが少ない俺だとなかなか考えつかないんで、もしよければこの動画を見てくれてる皆さん、僕の公式 LINE か、まあ、もしくはコメント欄に、こんなタイトルでいいんじゃねとか、まあ、こんなんでいいんじゃねとか、ちょっと考えてもらえると嬉しいんで、ぜひぜひコメント、または公式 LINE してください。お願いします。そんな感じで無駄話はなしで早速相談行ってみよう。今回も来てます、悩める子羊たち、答えていきましょう。あーちゃん25歳女性ですね。スロタンこんばんは。こんばんは。いやマジで夜なんだよ。なんで分かった。こんばんは。真剣に悩んでいるのですが、私の好きな人はっていうより彼氏は私の7つも下です。すっごく好きだけど、こんな年上の私なんかでいいのかなとか思っちゃいます。男が年上で女が年下っていうのは結構聞きますが、逆なので。あ、まあ確かに男性の方が年上で女性の方が年下っていう方が確かに多いかもしれないですね。でもその人と一緒にいるとすっごく楽しくて、でも距離がすごく離れていて、新幹線で5時間以上離れています。5時間って結構離れてない？これもういわゆる遠距離恋愛。5時間その子のためにも頑張って若くありたいとか可愛くなろうって努力はしてますが、やっぱ肌とか年齢には勝てないですし、切実だな。自分に自信が持てません。スロタン助けてください。なるほど。まあ言っても25歳だからね。あーちゃん真剣に悩んでるってことなんで、しかもスロタン助けてくださいというね SOS をもらってるんで、あーちゃんのために曲を作りました。僕からのメッセージはこちら、聞いてください。二人はそう簡単には会えない距離、心は一つでも体は遠い、会う頻度もそう多くはない、でもきっとそうしそう愛、それは君が思う以上に素敵なこと、よく見つけたねそんないい男、相手を思いやる気持ちもまっすぐ、二人はきっとお似合いのカップル、年齢気にする必要はない、大事なことって年の差じゃない、この先もずっとずっと一緒にいたい人かどうかの話、まだまだ喧嘩もきっとする、でも二人で進みな一歩ずつ、彼を思う気持ちが最上級なら君は君のままで大丈夫、気にすることじゃない、年代なんてただの数字だよ、恋にルールはないんだから、それよりもっと二人の幸せな未来のことを考えよう。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。もしよければチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。
そしてコメント欄にはみんなからのアドバイスもお待ちしてますんで、よければぜひ。ということでまた次回、ペース。